マルセリーノ・ガルシアトラルは、スペイン・アストリアス州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。現在は、アスレティック・ビルバオーの監督を務めている。U-18 代表から各年代の、世代別スペイン代表に選出され、1985年にはフ、FIFA フワールドユース選手権に出場して、準優勝した。 スポルティングで基本の下部組織出身で、1985年12月22日、セルタデビュー5戦で、トップチームデビューし、1986から87、シーズンにはプリメーラディビション4位となったチームで、キャリアハイの33試合に出場した。共に、セグンダディビションのラシン・サンタンデールと、レバンテ UD にも在籍したが、 どちらのクラブでもセグンダ・ディビシオン B 降格を経験し、26歳だった1991年に現役引退した。33歳だった1997年、カブリーグの CD レアルタの監督に就任して、指導者の道を歩み始めた。1998年には、セグンダ・ B のヒホン・ B 監督に就任し、5シーズン中4シーズンは、セグンダ・ B に在籍した。 2003年には、セーグンダに在籍していた、基本のトップチーム監督に昇進し、2003から04シーズンは5位、2004から05シーズンは10位となった。2005年には、レクレアティーボ・エルバの監督に就任し、2005から06シーズンには、セーグンダディビシオン優勝トップリメイラ昇格に導いた。2006から07シーズンのレクレアティーボは、 合格候補の筆頭に挙げられたが、クラブ史上最高位の8位に躍進し、ミゲル・ムニョス賞を受賞した。2006年夏には、レアル・ベティス監督就任が内定していたが、フロントの介入に嫌気がさして辞退し、戦力的にはベティスに劣るラシン・サンタンデールの監督に就任した。2007から08シーズンには、開幕から驚異的な剣士を見せ、シーズンをリーグ6位で終えて、 UEFA カップ出場権を獲得した。41失点はリーグ3位の高記録だった。2008年夏にはバレンシア CF 監督就任の噂があったが、2008年5月、セグンダーに降格したレアルサラゴサの監督に就任した。2008年12月、スペイン国内最高年俸だったベルントシュスター監督が退任したため、年俸240万ユーロのマルセリーノが、 最高年俸監督となった。2008から09シーズンは後半戦に順位を上げて2位で、プリメーラ復帰を決めた。しかし、2009から10シーズンは14節までに3勝3分8敗であり、降格圏間近の17位まで順位が低迷。2009年12月13日、成績不振により解任された。2011年2月初頭。 ミゲル・アンヘル・ポルトゥガル監督の公認として、会に沈むフルス・ラシン・サンタンデールの監督に就任し、12位で2010から11シーズンを終えた。ラシン・サンタンデールとの契約は2012年夏までで、あったが、給料の未払いが続くクラブに、不信感を持ち、契約を解除して、セビージャ FC 監督に就任した。しかし、2011から12シーズンは中位に低迷し、 ビジャレアル CF 戦に敗れて7戦連続未勝利となったため、2012年2月6日、成績不振を理由に解任された。2013年1月、フリオベラスケス監督の公認として、ビジャレアル監督に就任した。2部に属していたチームを昇格させ、2シーズン連続でエルケン内を確保するなどチームを立て直した。2015から16シーズンは、 チャンピオンズリーグ出場権を得る4位で終えるも、最終節のスポルティング基本戦で、八オチ疑惑をかけられ電撃退任した。2018から19シーズン、バレンシアの監督としてスペイン国王杯決勝では、FC、バルセロナ鬼の位置で破りチームに、久しぶりにタイトルをもたらした。しかし、フロント陣との対立で、2019年9月11日に、解任された。 2021年1月、ガイスカ、ガリターの監督の後任として、アスレティックビルバ王の監督に就任した。クラブ、ありがとうございます。